会津チャンネルです。今日は福島県会津若松市にある大塚山古墳へ来ています。はい、それではちょっと周りをね一度 見渡してみたいと思います。この大塚山古墳の、周辺は大塚山墓地という墓地になっています。そして、こちらが大塚山古墳になります。目の前に見えるのはね、全て墓地なんですけども、この墓地があるところが、大塚山古墳になります。それでは、このね長い階段を登って、大塚山古墳の方へ行ってみたいと思います。大塚山古墳っていうのはね、会津若松市の北東の方にあるんですけども、本当にこう街中にポツンとねこう山があるっていうような感じで、周りは住宅地になっています。ここはねこの大塚山墓地の中はこう抜け道みたくなっていて、僕もねしょっちゅう、この道を通らせてもらって、滝沢の方へ行ったりするんですけども、なのですごくね馴染みのある場所ではあります。それでもね実はね会津若松市に生まれて、そして会津若松市に育ったんですけども、この大塚山古墳っていうのには行ったことがなくて、今回初めて向かっています。このね大塚山墓地にね、ご先祖様のお墓がある方はね、もちろん来たことはあると思いますけども、当然なんですけども、そうでない人、他のね会津若松市民の方は意外と、この大塚山古墳には来たことがないという方が多いと思います。僕を含めてね、なのでね一度はね行ってみたいなとは思っていたので、今回、来てみました。というのもね先日須賀川市の和田および横穴古墳群に行ったんですけども、動画見ていただけましたでしょうか。あそこのね衝撃がすごい大きくて、地元会津にもねああいった、古墳時代のものっていうのはねあるかなと思って探してみたら、改めてなんですけどもこの大塚山古墳っていうのが出てきまして、そして今回ねこれはいい機会だということで撮影しに来ました。はい、そして、ここまで上がってくると、すごく眺めがいいですね。こちら側には飯豊山、飯豊連峰、もう少し端の方に行くと飯豊連峰がね綺麗に見えると思いますけども、そして、こちら正面には会津磐梯山が見えます。ちょっとね今日は雲にかかっちゃってるんですけども、天気が良ければねすごく綺麗に見えると思います。そして見えますかね、この辺りは一騎町のね居合わせ、そして松永、そして手前はね滝沢町あたりなんですけども、すごい住宅地が広がっています。なので先ほども言ったんですけども、本当にこう街中にポツンとある丘、山、古墳になります。それでは案内看板を見てみましょう。はい、このような案内看板があります。昭和39年1964年の発掘調査では、この後円部に2つの木簡が収められた埋葬施設がありました。遺体は残っていませんでしたが、両館からは多数の優れた副葬品が出土しました。ということでこの、上にはね木簡があって、そこの中にはね遺体はなかったっていうことなんですけども、かなりね貴重な副葬品が、出土したということでね、大変貴重な場所になると思います。
はい、そしてこちらにはまたね別な案内看板があります。読んでください。はい、はい、それでは大塚山古墳へ初めて足を踏み入れてみます。もう下の方は墓所になっていて、そしてその上の方に古墳がある。まあ、本来であればね、こう山全体が古墳なんでしょうけども、前方後円墳が作られているのはこの上の部分になるそうです。落ち葉がいっぱいですね。でもね、僕は昭和50年生まれで今年49歳になるんですけども、初めてですねこの大塚山古墳に足を踏み入れるの。この辺りもねこう小さな古墳になっています。この大塚山古墳自体にね7つだか8つだか小さな古墳があるそうで、まあそれぞれのお墓だったのかなと思います。こうこんもりと盛られていますね。はい、そしてここがね見えますかね、ここが前方後円墳の一番末端、まあ、後ろなのか前なのかちょっと分かりませんけども末端の部分になります。そして、前の方に行くと丸の作りになっていますね。前方後円墳ということは後ろが円になっているということで、こちら側は前側なんですかね。そして向こう側が後ろ側、丸い方が少しね高くなっています。ものすごくね貴重なこの遺跡、史跡だと思います。なんですけども、まだねその古墳時代のことについてはね全く勉強不足で詳しくないので、ただこうして大塚山古墳の姿を映しているだけになってしまいますけども、おそらく古墳好きな方にとってはね大変貴重な映像になるのかなと思います。大々的なね発掘調査が行われて、そして東北地方にはね珍しい出土品もねたくさんあったということで、はい、そしてここが円の部分の頂上になります。この頂上にある石、これは石の缶の蓋の部分になると言われています。平たい岩が2つ、そしてちょっと丸くなった岩が1つ、計3つの大きな岩があります。まあ、この岩なんかはね自然の石のような感じですけども、こちらは完全に人工物ですよね。人の手によって形作られた、そんな石になります。はい、反対側から見たらねちょっとただの石に見えたんですけども、こちらの石もね頂上部分が長方形に削られていて、これも完全なる、人の手が加えられた人工物ですね。はい、そしてはい、この大塚山古墳の頂上には史跡大塚山古墳群というね立派な石柱が立っています。先ほどもね見たんですけども、
古墳自体がねいくつかあって、それゆえに古墳群というふうになっています。ちょっと周りを見てみましょうか。今日は風が強いですね。僕の声がちゃんと入っているかどうか心配ですね。はい、あちら側にもちょっとした広場があって、ね、後で行ってみましょう。いや、それにしても風が強いですね。やっぱりちょっと標高も高いので、まあ、標高が高いといってもちょっとだけですけど、風が強いのかなと思います。いや、街中にこういったね大きな、史跡、古墳があるなんてね、すごいですよね。本当にこう、見事に丸いですよね。前方後円墳、小学校の頃ね社会で習いましたけど、本当にそんな形をしています。まあここからじゃねよく形はわからないと思いますけども、これを上から見てみたい気もしますね。まあ勝手にドローンは飛ばせないので残念ではありますけども、いや1000年以上ねここにこうしてあるっていうのもすごいことですよね。はい、それでは、ちょっと道があるのでそちらへ行ってみます。地元の方のねお散歩コースにもなっているということなので、まあちょっとした運動にはちょうどいい散歩道ですよね。ちょっと階段もないので危ないですが、気をつけて行ってみたいと思います。いや本当初めて来ましたよ、ここ。こんな風になってたんですね。逆にどうして今まで来なかったのかっていう風に思いますけども、まあなかなかね来る機会もなかったので、ここには立派な石碑があります。これは何でしょうね。我が若松市の環境風光明媚、なんたらかんたらと書いてありますね。福島県若松市長松江豊久さんが書いた碑なんですね。大正12年3月。はい、そして、先ほどのところよりもね東の方向に少し降りたところに、熊野神社がありますね。熊野神社が、祀られています。熊野神社がね建てられています。
はい、そしてこのね熊野神社のところから、先ほどいた大塚山古墳前方後円墳の方を、見るとねこのように見えます。こう何かこう三角錐で綺麗な形になっていますね。いやこうしてね地元なんですけどもこう初めて来るところって何かワクワクしますよね。本当にこういつもね通る道沿いにあって、そしてもう1000年以上前もう千何百年も前にね建てられた作られたものが、こうしてね令和の、今もね残されているっていうのがね本当に不思議な感じがします。当時の人たちはどのような生活をしていたのか、そしてどのような目的でこの古墳を作ったのか、そしてね会津若松市は当時ねどのような形だったのかっていうのをね想像すると、まあ本当にロマンというかね不思議な感じがします。当時をね見てみたいっていう気持ちは、すごくねあるんですけども、ね、そういった意味ではねこういった、遺跡をね紐解くことによって当時の人たちの生活、そしてこう周りの、ね、状況だったり、他の国、まあ、国って言ってもね他の日本の地域の人たちとのこう関わりなんていうのをねこう、まあ、研究者の方がね紐解いてくれて、そして少しずつ少しずつ当時の様子が見えてくるっていう、それが歴史の研究っていうことになりますね。はい、こちらからは飯盛山が見えます。ちょうどサザエ堂も見えますね。そしてその向こうには瀬破山が見えます。はい、そしてね飯豊連峰を正面に見ながら歩いているんですけども、ちょうど、墓域の方へ来ましたね。結構上の方までお墓になっています。皆さんね、本当にとても眺めのいい、ところで、安らかに眠っておられるんだと思います。ここを登るとねまた大塚山古墳の方へ来るのかな。そうですね、今大塚山古墳の頂上を左に見ながら歩いています。いや、大塚山古墳ね初めて来たんですけどもすごく眺めがいいですね。こう周りに遮るものがない、そしてね高い建物もないので、本当に遠くまでね飯豊連峰、そして磐梯山、そして一騎町の町並みっていうのが綺麗に見えます。なかなかねこの大塚山古墳、まあ、大塚山墓地なんでね、こう普通の人が来るっていうのはなかなかこう敷居が高いというか、なかなかこう入りづらい雰囲気はありますよね。まあ、大塚山古墳っていうとね一部では心霊スポットなんて言われていたりもしますけども、まあ、全くねそんなことはなく、まあ分かりませんけどね、見える人感じる人には感じるのかもしれませんけども、まあ、それはね抜きにして、この、まあ、日本を代表する遺跡ですよね。大塚山古墳っていう遺跡をねこう辿ってみて、当時の人たち、まあ、実際にね本当にこれは人が作ったものなので、ね、当時人がいた、そしてこういったものを作ったっていうのはね現実なのでね、
ぜひそういった、人のこうや先人たちがねしてきたことっていうのを、自分の目で見ていただきたいなと、切にね願います。まあ、僕もねあまり詳しくはないんで、まあ、強く言えないんですけども、まあ、せっかくね会津にこういったところがあるんで、会津に住んでる方はねぜひ一度来てみてもいいのかなと思います。いやそれにしても広いですね。広い、こちらに行くと何があるんでしょうか。いやこれお散歩コース、そして探検コースにはすごくいいですよね。まあ、お墓なんでね、あまりバカ騒ぎはしない方がいいですけど、あこちらにも案内看板があります。はい、前方部は後円部よりも一段低い長方形状の平坦な範囲です。昭和63年1988年の測量調査では古墳の中腹に帯状のテラスが確認され、2段もしくは3段の段築を持つ墳梁構造であることが分かっています。ああなるほど、最初に行ったところが前方部、そしてこんもりとありましたよね古墳が、そしてちょっと登って高くなったところが後円部、そして、石のそのお墓の蓋がありましたよね。そしてここに、石柱があったっていう、そして古墳の中腹に帯状のテラス、これこのことですかね、帯状のテラスっていうのは。なるほど、こうして見るとね見事な前方後円墳、もうまさに社会で習った形をしていますよね。今いるのがここか、だいぶ下の方に下がってきたんでここですね。ああということは今目の前に見えるのが2号墳っていう、こちらもよいしょ戻れ、はい、目の前に見えるねこの丘になっているところも古墳なんですね。なるほどなるほど、こちらに見えるのが先ほどの前方、そしてその奥が後円墳、そしてその西側になりますね今いるところは、そこが2号墳ということになるそうです。こうしてね、ところどころに案内板があるんでね、分かりやすいですよね。ん？何か光るものがあるぞ。お、これは、チョコパイの袋になりますね。どうしてこんなところにあるんでしょうか。風で飛ばされてきたのかな、それともカップルでデートしておやつでも食べたのかな。はい、ゴミはお持ち帰りいたしましょう。こちら側が古墳場からすると西側、そして会津若松市の中心の方になります。まあ、今はね木がたくさんあるんでちょっとわからないですけども、そんなような位置になります。ちょっとしたねこう踏み跡というか、まあ、獣道というかね、まあ、登山道というか、そういった道があるんで、そこをたどっていくと、この大塚山古墳をぐるっと一周できるような形になっていると思います。この周りの森、林っていうのは、まあ、杉の木が多い感じがしますけども、まあ、手つかずの、ね、自然ではないと思いますけども、まあ、それでも街中に残る、自然な景観になります。
はい、今回は福島県会津若松市にある大塚山古墳へ来てみました。まあ、この大塚山古墳の、ね、存在は知っていたんですけども、今回初めて大塚山古墳に足を踏み入れてみました。周りがねお墓になっているので、なかなかこう一般の方が足を踏み入れるのにはちょっと躊躇してしまうところもありますけども、まあね、お墓は別としてね、この大塚山古墳自体はね、見学ができるので、ぜひね皆さんも一度、大塚山古墳へ来てみてはいかがでしょうか。本当にね、大昔の会津に住む人がね作った、リアルなね現場を見ることができるので、ぜひぜひ一度行ってみてほしいと思います。